今日、高知市の牛尾東小学校でミニ運動会が開かれました。毎年5月に運動会を開催していますが、今年は新型コロナウイルスの影響で中止となりました。今日は種目の数を半分以下に減らしたり、観戦も各家庭2人までに制限するなど、規模を縮小しての開催です。有さんのお使いと題したこの競技は、1年生による玉転がし。一つのボールを使い回すため、感染症対策として、みんな軍手をはめています。自分より大きな球を一生懸命転がしています。他にも、玉入れや100メートル走などが行われ、会場は盛り上がりを見せていました。そんな中、5年生は。今年7月に牛尾地区の伝統野菜牛尾菜を PR するために作った牛尾菜ダンス。およそ2ヶ月の練習を経て、今日が初お披露目です。ちょっとは恥ずかしかったけど、みんなが精一杯出し切れたので良かったと思います。今年は新型コロナの影響で制限が多い学校生活ですが、それでも子どもたちは元気に体を動かしていました。